こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星部嶋佐です。こんばんは、アシスタント MC の寺田由紀です。ということで本日はなんか雰囲気が違いますね。そうですね、はい、ここはですね、疲労の人気イタリアンなんですよ。僕もね、ここね大好きなんですけど。そうなんですね、はい、アンビグラムというお店で放送してます。はいはい、ということで、はい、なんと今回はちょっといつもと違ってですね、はい、なんと本日からドラマ編をお届けしたいと思います。うわー、マジで本当ドラマってさ、そうですよ、女優だからいいじゃん。いやー、まあ本業ですからね。ねえいやでも星葉さんも俺出ない。いや出ます。なんで俺出るの、ね、おかしいでしょ、だって2人の番組だからです。すごい気の甘いわ。はい、ということで今回のドラマの趣旨は、はい、普段は、はい、あのこういうファッションのポイントとか商品がありますよっていうことだけなので、うん、実際にそれを使う時にね、重要なポイントも同時にお伝えするっていうのが趣旨のドラマですから、じゃあまず、はい、第1週の本日のドラマのテーマをお願いします。はい、第1回目は成功するビジネスディナーです。成功するって書くとね、ちょっとやらしい方向じゃないですからね。いや、誰も言ってないですから。言ってないですよね。はい、もう早速 V に行ってみましょうかね。そうですね、 V を見てみましょう。はい、はい、こちらです、どうぞ。高橋、ありがとうございます。どうぞ。あ、ありがとうございます。島さん、あ、こんばんは。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。こちらの寺田商事の寺田さんです。はい、寺田と申します。すごいお世話になります。島さんにはいつもお世話になっております。あ、そうなんですね今日実は商談で、はい、割と結構そんな感じでかしこまりました。お願いできると、はい、承知しました。はい、お願いします。よろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。すいません、お忙しいところ。いやいや、全然です、こちらこそ。なんか早速ね、はい、この間の案件ってどんな感じですか。あ、結構いい感じに動いてます。あ、本当ですか。はい、ただちょっといくつか超えなきゃいけないハードルはあるかなっていう感じなんですけど。ハードル、前向きに動いてはいますね。ハードルって、具体的にそれってどういう。そうですね、ちょっとと集客面が難しいかな。集客面。そうですね、もっと人を集めなくちゃいけないっていう。そうですね、その方法がちょっと見つかればいいなっていう。やっぱりその一番初めの動員数の見込みがもうちょっとあればいいんですけどね。なるほど、この人のこうお茶目加減ってどこに出るんですかね。どうなんでしょう。どうやってやったらいいですか、僕だったら。例えばなんかこう、はい、ここに目を描くとかねなんかそれは確かにお茶目ですね。ここになんかナルトのマーク描くとかどうすればいいですか。いや、もうそう言ってる星葉さんがお茶目だと思いますよ。いや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 、全然そのお茶目さをねちょっと勉強したいですよ。ね、なんかじゃあ今度ここにまた来ましょうよ、おいしいんで。あ、ぜひ、はい、でその時はここに目を描いてきますのでこっちも一応描いてきますので、はい、そうすると寝ながら食べれるからそこを起きながら食べてくださいよ起きながらね、パチパチしながらね。はい、わかりました。いやー、今日は楽しかったです。ああ、いい、こちらこそありがとうございました。あ、じゃあ仕事の話進めときますって。あ、本当ですか。はい、頑張ります。あ、嬉しい、それありがとうございます。いえいえ、こちらも全勢力を使ってですね、はい、集客をして。あ、ぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。いえいえ、嬉しい、ありがとうございましたさあ、はい、もう結構恥ずかしいよ俺もう無理やりやらされた感すごいあるんだから。いや、そんなことやらされたって言わないでくださいよ。はい、ということで、はい、今回見ていただいたドラマの解説をちょっとしていこうと思うんですが、はい、ポイントは何でしょう。やっぱりこう大事な部分があるんですよ、うんうん、そのビジネスディナーにおいて一番大事なことって何だと思いますか。
今日のシンキングタイムです。いきなり来ました。うわー、なんだろう。でもやっぱ場所じゃないですか。正解。お、すぐ出ちゃった今日。すぐ出ちゃった。まず一番大事なのは、うん、やっぱり信頼関係を作るってことですか、はい、うん、だから美味しくて雰囲気のいいお店、しかもできればね、顔なじみのお店に行くっていうのがいいよね。あー、なるほど。オーナーさんとかも知っててとかね。そう、うん、そこがやっぱりこうなんていうの、ここ、あ、腕ですね足かと思ったら間違えた、間違えた、腕です、腕。今日ノリノリっすねすみません。いやいやいや、はい、他にポイントありました？さっきのドラマでポイントはやっぱりね、装いはちゃんとしてた方がいいんですよ。でやっぱりビジネスディナーはスーツですね、うん、基本はメンズの基本であるネイビーか、うん、何色でしょう？グレー。グレー正解です。今日は分かりやすいよね。今日分かりやすい。ネイビーかグレーを着てたら間違いないんじゃないかなと思います、ね。星葉さんもグレーでしたよね。そうですね、グレーに白シャツ黒、まあ今日まさにこの格好ですね、うんうん、はい。まあ、ああいうスタイルをしてると、なんだろう、安心感がありません、だって。ああ、なるほどね。でそこでやっぱりいいスーツを着てるかどうかっていうのが僕はさじ加減だと思うんです、まずは、うん、まずはね、はい、だから体に合ってないとかね、うん、サイズがブカブカとか穴が開いてるとか穴はちょっと両腕が切れてるとかやっぱり自分の体に合った体型に合った、今日僕はねこれもう本当にずっと着てるスーツですけど、こういうスーツを仕立てていただいて、うん、ビジネスディナーに臨んでいただくのが一番成功するんじゃないかなと。まず一番最初そこですよ。なるほど、はい、他にポイントありました？ポイントはね、あとはスーツ以外っていうと、あの話なんですね。やっぱり重要なのが、まず大事なことは食事の前に先に話しておいた方がいいと思うんですよ。ああ、もうお酒も飲んじゃうから大事なお話をしておいて、そう、今日はこんな感じの話なんですよと、うん、趣旨説明をして、そしたらあとはね、僕楽しんじゃっていいと思うんですよ。あ、もう仕事の話は最初だけバチッとして確認をして、はい、どうでしょう、寺田商事の寺田さんとだけどほら問題があったわけじゃん。問題がありましたね、うん、集客できないと、いやいやお金は出せないよっていう話はしてたじゃないですか、うん、まずはそこをクリアにしておいて、あとはやっぱり信頼関係で仕事ってできてると思うんですね。まあそうですね、うん、だからその信頼関係を築き上げるために楽しい時間を過ごすと。なるほど。1、スーツを着る、うん、2、まあ、食事の前に仕事の話をする、3、あとは楽しむ。なるほど、はい、この3点。3点、うん、でラストは、あ、ラストもあるんですか？一応念押しでどうでしょうかと。あ、なるほど、食事が終わった後に確認ね、うん、今日は楽しかったですよだけでもいいんですけど、うん、そこで どんな感じかなっていうのね。なるほど。じゃあぜひこれをポイントにしていただいて、うん、ぜひこれをいろいろ参考にしていただいて。これでもあれでしょう、なんか続くんでしょう？続きますよ。何それ。だから今回2人ちょっと最後いい感じだったじゃないですかちょっとね、仲良くなってた、ちょっと仲良くなってたじゃないですか、うん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 、これが次週どうなるか、ぜひ皆さんご期待ください。急展開です。急だよね。急です。ということで、はい、今日はこの辺で終わりたいんですけど、一応宣伝は。そうですね、私も YouTube でですね、毎月10日、20日、30日にカバーソング集を上げております。そしてですね、私の歌っているさあ行こうという曲がストリートラグビーという競技のですね、うん、公式応援ソングになりました。何ストリートラグビー、ラグビーでもストリートラグビーってちょっとあのみんなでもできるよっていうのがありまして、それの公式テーマソングになりました。さあ行こう、さあ行こう、はい、それもですね今 YouTube で上がっておりますので、ぜひ皆さん聞いてください。星葉さんは？僕もあんま変わってないですね、フォルサスタイル本当に毎日のように更新してます。最近ね、でもね、動画のコンテンツを結構増やしてて、すごい人気なんですね、うん、ぜひご覧になってください。ではこの辺で、次回楽しみにしてください。急展開です。本当ですか？嬉しい。今日ちょっとデート用にね。あ、すごい好き。私も、はい、じゃあ乾杯。乾杯。展開早くない？早かったですね。ネイビージャケット着て、はい、少しリラックスっていうのが大事だと思う。なんか作法とかね。それも一個のモテテクですからね、はい。まあ、色を見ながらこう香りを嗅いでいただく、ね、時を戻すようにとか。時を戻すように、はい。